はい、おはようございます。源です。今日もやっていきましょう。今日はですね、朝からまあムシムシしてね、すごい蒸し暑いんですね。まあこれが日本の夏っていう感じで、2年ぶりの夏なんですけれども、まあこれはなかなか体に応える夏ですね。で、僕も昨日の夜ですね、まあ蒸し暑くてちょっと寝苦しくてですね、夜布団をかいたりしながら寝てたんですけれども、なかなか寝ることができずに、まあ今日はちょっと睡眠不足なんですけれども、それでもやっていきましょうということで、火曜日ですね、やっていきましょう。で、今日はですね、ちょっと YouTube に関して話をしてみようかなと思います。で、僕もですね、実は2月に始めた YouTube もかれこれやり続けてもう半年ぐらいになるんですね。で、動画の本数も多分この動画が80本目ぐらいに行くのかな、まあ、80本弱ぐらいだと思うんですけれども、かれこれ積み重ねてですね、80本ぐらいになりました。でですね、まあ、僕はもともと独り言喋り場というか、過去の自分にアドバイスを送るというテーマでずっと動画を撮っているので、まあ、SNS 他にもやってはいるんですけれども、 YouTube をね、たまに Twitter であの YouTube、撮影しましたとか、なんかこの動画すごい伸びてますとかっていうふうにはたまにつぶやいてるんですけれども、かといって SNS を使ってこうチャンネル登録お願いしますみたいな感じではやってないんですね。なので現在登録者数が9人で、閲覧数とか視聴時間もですね、まあ下がりつつあるかなという感じではあるんですね。まあ別にそれは全然構わないんですけれども、たまにでもですね、あの YouTube のアナリティクスを見ると、ついさっきあの見てたらですね、あの意外と動画見られてるんですね。まああのって言っても見られてるって言っても再生されてすぐ、まあ実際内容は見てないと思うんですけれども、再生はされてるんですね。で、これなんでかなと思ったら、多分ですね、あの検索からあの僕の動画を見てくださって、で、動画の本数自体はまあ80本弱ぐらいあるので、そこから気になった動画をちょっとクリックしてくれたっていう感じだとは思うんですね。なので意外とですね、まああの、まあ、SNS わからないんですよね。たまに僕の動画の中でも2本ぐらいですね、いきなりあのバズるというか、僕の動画チャンネルの中ではバズる動画が2本ぐらいあるんですけれども、それがレーシックの動画と、マウスピースかの動画が、2本がですね、結構バズったりするんですね。つい、先月かな、レーシックの動画なんかすごい再生されてて、まあこれなんでだろうなと思ったら、まあみんな関心があるのか暇なのかわかんないんですけど、僕のチャンネルの中ではですね、一番の再生回数を誇っている、まあバズる動画ですね。これがあのたまに検索からでも未だに流入が来るんですね。そっからまあ来る感じで、見られているんだなという感じはあります。なのでまあ SNS 結構ね、まあ、僕はあのアウトプットの場として使っているんですけれども、そういった面白さもあるんじゃないかなと思います。ただですね、やっぱりこう SNS、 あ、つい最近ですね、おととい、日曜日かな、この前の、この前の先週か、あのたまたま平日セミナーに行きまして、その帰りですね、別の仕事があってちょっと遠出したんですけれども、ちょっとですね、駅で時間を潰してたら学生時代の友人と会ったんですよね、ばったりと。その子と再会するのは、まあ、1年弱ぶりぐらいにばったり会ったんですけれども、その子はですね、SNS 全然やってないんですよ。まあ、多分やってるとしたら LINE ぐらいかな。で、YouTube とかも全然見ないって言ってて、SNS とは、まあ、無縁の生活を送っている彼女なんですけれども、まあ、でもそれもありですよねっていうのはすごい思いますね。っていうのも、まあ、今では、あの、国民総発信時代とか言われてまして、誰でも、あの、SNS で発信ができる時代になったんですけれども、まあ、僕みたいに、こう、名前と顔を出しで、まあ、やってしまうパターンですと、まあ、この多分動画っていうのは、まあ、僕がアカウントバンされたりとか、アカウントを消さない限りは残りますし、あるいはあの Twitter とか他の媒体でも発信をしているので、そういったのはやっぱ残ると思うんですね。まあ、それがいい悪いっていうのは別なんですけれども、やっぱ残るというか、まあ、あのちょっとしたきっかけでそれが炎上したりとかっていうこともあり得ると思うので、まあ、そういったあのリスクを取らないというか、まあ、その子はまあ別にやる必要がなくてやってないだけなんですけれども、まあ、そういうのもありじゃないかなと思いますね。まあ、国民総発信時代になってきて、まあ、何が大事かって言われていると、やらないことが大事だなんていうふうにも言われてますよね。っていうのは、健康西野さんかながおっしゃってたのかな、こう問われるためにはやらないことであるみたいな感じで、健康西野さん絵本作家でもあるんですけれども、例えばこう絵本を書くときに使うものを決めるということで、尖っていくっていう感じのことをおっしゃってましたね。まあ、あのどっかで例えば鉛筆作家さんとか、例えば、0.03 ミリのボールペンしか使いませんとかっていうと、色が他の色使えないじゃないですか。そういった意味で、使えないものが多いけれども、使えるものだけを使ってどういうふうに表現していくかっていう点では、
周りの作家さんとかとは差別化を図れますし、またそこに創意工夫とかいろいろ生まれてくるので、そういったのもありだなとは思いますね。で、まあ、話がこんがらがってますけれども、まあ、そういった意味でやらないっていうのもありなんじゃないかなとは思います。まあ、僕もついさっきですね、この動画撮る前にツイッターの裏垢を1個消しました。っていうのもちょっとニュースを見てるとですね、 SNS のアカウントの乗っ取られ被害っていうんですかね、がちょっと増えてるみたいで、僕の友達も Facebook とか乗っ取られて被害がね出てたりとかするので、まあ、僕も結構裏垢とか持ってるんですけれども、それを1個消したという感じですね。そういった感じで、まあ自分の管理できる範囲を狭めて、なんだろうな、それ一個一個にこう投下できる時間を増やしていくっていうのもありなんじゃないかなとか思ったりしてます。そんな感じで今日は雑談という感じで話をしてみたんですけれども、まあ、こういった発信というか、僕の場合はアウトプットとして使っているので、まあなんだろうな、意外とこうね、ボイシーとか聞いてると10分間喋ってる方いらっしゃるんですけども、結構これ難しいんですね。なので僕もこう話術というか、そういった喋る能力を磨いていけたらいいなと思って、まあ、あえてこう顔出し名前出しでやっております。まあ、もしよければいいねとかチャンネル登録とかコメントもらえると嬉しいです。では今日も一日頑張りましょう。さよなら。